本当は会場で生で見たかったんですけど、まあ、今回こういう、まあ、ツアー中ってこともあって、まあ、こういう形での参加になりましたけども、皆さんのルーティン楽しみにします。頑張ってください。ゆうとおめでとう。とりあえず、本当におめでとうございます。で、本当に今日のバトルはすごいレベルが高かったし、本当にこうみんなプロフェッショナル感っていうのをすごい感じましたんで、とても新鮮な感じもあったし、で、レナ君とかその若い子たちもこれから育っていって、来年とか再来年ももっともっとこう成長して、やーっと見ていくのがすごい楽しみです。とりあえずゆうとも世界取ってこい。よろしく、頑張れよ。お願いします。雄大っていう DJ がいて、ここも彼ら友達だったんですけど、それが面白い。